グラボーありがとう。愛こじとそう誕生日しよう。そうなの、そうなの。ダメだ、今日は調子悪い。ありがとうございます。ケーキ食べた？ケーキはあのなんか買ったんですけど全部は食べてないです。そう、今日はね一緒に夜ご飯を家で食べました。そうだな。こっち見て。ごめん、コメントがこっちにあるよ。そう。やっほー。さあ、明日は東京でし、はい。そうなの。豊スピットにそう行かせていただきます。そうなの。うわ、ヒーターありがとう。暖かくして。今日ねあのねダウン買ったんです。見せたい。あっちに置いてきちゃった。ダウン買ったんですよ。あったかくしようと思って。何色？黒。見せて。ちょっと待って。あれ。兄貴お誕生日おめでとうだって。ありがとう。うん。起きてた？起きてた？じゃーん。あったかそう。あったかーい。かわいい。ありがとう。壁と動画。じゃーん。持ってなかった。持ってなかった。そう、こういうの持ってなくて買ったんですよ。結構そう、これ大きいの。なんかワンピース着た。よいしょ。フード付き。どこの？これは GU。 なんで？GU のね、GU で買ったんですよ。お揃いにしていいよ。これね、レディースじゃなくてメンズの買った。
なんで GU のね、 GU のあのねメンズなんで、皆さんもぜひ買ってください。お揃いお揃いお揃いダウンになるね。多分このタイプ売ってる。サイズは？サイズまで？何サイズ買ったっけ？タグミント分からん。 L 結構大きい。私ね、大きく着たいんですよね、ゆったり。ありがとう。そう、でもね、見て、黒好きなん？いや、なんか好きなんやけど、なんか服買う時とか最近なんか黒買いがち。なんか黒って万能だよね。そうなの？だからね、これで冬を越したいと思います。マットストーク、ありがとう。お姉ちゃんの声聞きに行く？壁際に寄ったら聞こえるかな。聞こえません。この部屋を出ないと。ヤッホー、おめでとうってめっちゃ来とる。ありがとうございます。何歳って。何歳？うん、知らんらしいよ。おめでとうございます。おめー、おめー。やば、何そのポーズ。いい一年をって。真面目に言うと21歳くらいかな。私23歳なんで、私の姉なんで23歳以上、もしかしたら双子かもしれません。双子だった。うん、双子の姉。誕生日一緒やろって。本当や、双子やったら誕生日普通一緒や。気づかんかった。どんな一年にしたいですか？分からん。楽しい。楽しい。他は？秘密。秘密？アネキューはアイコジらしい。違います、アイコジじゃないです。アイコジも今日誕生日やん。え、どういうこと？いや、私のお姉ちゃんが実はアイコジっていう。違います、そんなことないです。違います。アモーレだって。ブラボー、ブラボーがいい。ブラボー。どんな1年でした？だってその質問って
この質問難しい。姉の部屋に訪問しに来た。入っていい？入っていい？部屋紹介していい？ダメダメダメ。ちょっといいこれ。やばいやばい。綺麗な時にして。じゃあの説明しとくわ。ヨガマットが敷いてあります。なんで言うの？ヨガポーズもしてます。あとは、ね、私の服をねめっちゃロフトに置いてもらってます。え、ああ、俺私の服やんね。違うよ。え、嘘。この間全部解体したり。いやまだあるよ。あれは私の。あ、そうなん。いいや私の。いいや私の。いいや私の。バランスボールもあります。私のバランスボール。終わりです。ありがとう。タワーもらってた。ちょっと待って、上マンさんか。ありがとうございます。ありがとう。ということで姉宮の部屋はおさらばしたいと思います。またね、ありがとうって。良い一年を。だってありがとうございます。おやすみって。おやすみなさい。部屋片付けたら見せてねって。迷う。迷ってくれる。いや、ミリじゃない、無理。おさらば、またまた、また明日、また良い一年をお過ごしください。もうでも明けおめやね。バイ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 。戻ってきました、自分の部屋。うん。塩対応、お姉ちゃんはいつもあんな感じですよ。近い、部屋そう近いんよ、めっちゃ通ってる。めっちゃ近いんよ、すぐ。そりゃそうよ、隣よ。隣っていうか同じ家ですもの。寒いの？うん、今日は新しく買ったねダウンを見せつけてる。あ、初見さんありがとうございます。中村舞です。ちょっとタワーのお礼を明日させてもらいます。ありがとうございます。広島寒いよ。そう、3日連続なんかね、毎日アイドルね復活ねするはずなんじゃけどね、まだ先輩。なんで毎日アイドル3日目です。中村舞です。東京、そう、明日東京
ありがとう。なんかひよこ、アヒルか、焚き火。前髪衣装切りましたよ。今日可愛い髪型した、見て、してもらいました。なんかそう、じゃーん。これ明日着ていくよ、楽しみ。また東京行きます。最近夜遅くて申し訳ない。しかもちょっとしか配信してない最近、すみませんね。はい、ニオありがとう。うん、フェス、フェフです。そうなのよ、にぎに12月は結構いろいろありましてですね。明日は東京行くでしょ、で週末はあの花だれ公演があって、でね、来週は FNS 歌謡祭があって、今日ね第1夜がやってたんですけど、あの第2夜に ST48 が出演させていただきます。でその後リアルお話し会があって、で PR 舞台のツアーがあるんですよ、宮城県がね。でその次はクリスマスコンサートもあって、そうなの、いっぱいあります。体力的にちょっとうわーってやります。うわーって、咳出てる、うん、なんか咳のしすぎで喉がやられる。ハトと雪ありがとう。宮城、そう宮城寒いだろうね。私毎年冬さ、あの乗り越えれるかなって言って言ってるけど、まあ乗り越えれるんでね、なんだかんだ。コロナ治ってないでしょ。いや治ったんよ、だけどね後遺症がすごいある。うん、咳長引く。歌ってて咳出ないの、まだライブを経験してないんですね、あのコロナ後の一度も。配信とかはやったけどね。まあありがとう。でもね全然大丈夫なんでね。たこありがとうございます。
なんかさ、このうんうんってやるのが癖になりすぎてさ、ずっとうんうんうんとかって言っちゃう。もうずっとね、咳払いが癖になっちゃった。うんうんって。治ってない、治った。あ、なんかあのもう感染力はないので安心してください。はい、うつったり私からはしませんのでね。ありがとう。なんかさ、こうなんかコロナとかもなんだけどさ、まあしょうがないことなんだけどさ、なんかもうすごい、なんかもううつるからとか隔離って感じなのがね、すごいね、辛い、精神的にくるし、言われるのも結構精神的にくる。そうなんだけど分かってるよみたいな、もう精神的に来るよ、なんかそれをなんか言われたりすることで。でもこれはされたら分かる。なんてことだね、本当にね。孤独？そうだよ、取り戻していく。人生長いから。もうこんな数日間を忘れる。知らねえ、そんなの知らねえ。面白い子って言われた。面白くないわ。全然面白くないわ。面白くないですよ、やめてください。そうやって面白いって言わないでください。面白いって言わないでよ。面白くないし、面白くないよ。た、楽しい？楽しい人？やっぱ咳払い癖やわ。セクシーじゃろ、なんか。セクシーな咳払い得意技。
誰向け？みんな向け、みんなに向けてセクシーな咳払い。皆さんも体調には気をつけてください。本当に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 寒いしね。男女予防嬉しい。明日これを着て出かけられるのが南波の久人さん、しんじさん、おまちゃんさん、きなぺこさん、くまねパパさん、福太郎さん、上まんさん、ゆずきじさん、もちきゅうさん、刀剣太郎くんさん、お金持ち先生さん、もとまちさん、みやびさん、ありがとうございます。明日の東京は寒いよ。そうなの？耐えられない寒さに。新幹線にこたつ持っていく。持っていきたい。願望、ただの。おやすみ、おやすみなさい。